リマインド緊急オーディション、浜岸日和の演技とは。よーい、はい。ああ疲れた。どっか行く？もう学校終わりだよね。うん。どうした、暗くない？別にそんなことないよ。めっちゃ暗いじゃん。何言ってよ。実はね。来た来た。うん。宮原先輩に告られた。くっそ、マジ？よかったじゃん。だろ、もちろん OK なんだよね。悩んでる。なんで？先輩だよ、断る理由ないじゃん。だって、あ、もしかして先輩、足が臭かった？口？口はきついよね。だってキスできないもん。無理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 。好きなんでしょ、先輩のこと。え？何言ってんの、バカじゃない。そんなわけないじゃん。てか私そんなこと言ったっけ？わかる、ずっと一緒にいたんだよ。それぐらいわかるよ。だから悩んでんの？バカみたい。あ、先輩、ナオミ校庭で待たせてますんで迎えに来てあげてください。わかりました、すぐですよ。じゃあ私先帰るね。じゃあ。ごめんね。おい。どうしたの？恥ずかしい。浜岸さん、これの福岡のイントネーションに直していただいて。というわけで次は地元福岡の言葉で。はい、よー、はい。あー疲れた。どっか行く？もう授業終わりやん。うん。どうした、暗くない？別にそんなことないよ。めっちゃ暗いんや。何？言って。実はね。お、来た来た。何？宮原先輩に告られた。嘘、マジ？よかったじゃん、なお。もちろん OK よ。悩んでる。なんでよ、先輩やん。断る理由なくない？だって何？実は先輩、足臭かったの？口きついよね。キスできんやん。無理無理。リカ、好きなんでしょ先輩のこと。え、何言っとん、バカやない。そんなわけないやん。私そんなこと言ったっけ？わかる、だってずっと二人でいいんだよ。そんぐらいわかるよ。だから悩んどん、バカみたい。あ、先輩、ナオミ校庭でまさ瀬戸くんで迎えに来てあげてください。わかりました、すぐですよ。そういうことやけん先帰るね。じゃあ。リカ、ごめんね。はい、なんとかと思ってました。こうして浜岸のオーディションが終了。会話がな、まだ慣れてなかったので一人の演技になってるみたいな感じだったので、もうちょっとテンポを考えて。すごいな、中国さんですね。そうですね、はい。じゃあ、オーディションは以上です。そうです、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。緊張しないって言ってたんですよ、なおちゃんが。だけどめっちゃ緊張しました。めっちゃ緊張しました。なんか見られてる感が、カメラも何台もあったので、タイミング、会話にちゃんとなるようにしました。果たしてオーディションを勝ち抜き、ドラマリマインドに出演する2期メンバーは誰なのか。合格者は第1話で明らかに。